松田社長のこれ知ってますということでございましてね、今日も行きますよ。この前ね、僕ってあれですか、ホモっぽい、ホモとホモちゃいますかみたいなこと言われたんですけどね、いやちょっとショックやったけど、ホモキャラで行こうかな一回。ちょっとこのネタもね、ちゃいますよ、ドノーマルですけどね。今日はですね、皆さん、はい、これ見てください。わかりますか、はい、これ傘、黒い傘ね。何が違うかと言いますと、これも一目惚れして買っちゃったんですけどね、はい、このグリップ見てください。持つところゴルフのグリップになってまして、そして先はなんとアイアンみたいになってるんですね。これよくね、駅のホームでおっちゃんらが、まあ、僕らもそうですけど、僕やってしまいますけど、もうゴルフの中で頭がいっぱいなんですよ。ほんで傘を持ってね、こう素振りのこう練習をするんですけど、これなんかもう一石二鳥ですよ。傘、しかも持つところがこのゴルフのグリップになっている、そして、先はこのアイアンみたいになってる。もう最高でしょこれ、ほんともうたまりませんね。これ速攻買いましたね。これ、これなんていう風に言うんでしょう、ゴルフクラブ型傘。もうよく世の中のおじさんたち、これもう絶対欲しいと思いますよ。これ先が、これアイアンみたいになってた、危ない危ない、こっちに取り取る、アイアンみたいになってて、そしてずーっと上に行くと傘の持ち手がグリップになって、最高、これ最高。僕もこれでね、雨が降って、電車通勤じゃなくて、わざわざ雨の日に電車乗ってね、これでちょっとこう素振りしたいなと思ってるんですけどね。松田修造のこれ知ってますでした。ありがとうございます。